日本代表は11月19日に行われた北十枚ワールドカップアジア最終予選の第6節で中国代表と対戦。序盤は苦戦を強いられながらも敵地で3-1と快勝を収めた。動画、久保の高精度 CK から小川がドンピシャヘッドで先制弾。なかなか中国の剣士を崩せない中、物を言ったのがセットプレイだ。まずは39分。 久保建英の CK を小川光輝がヘッドで捉え、先制ゴールを奪う。さらに、前半アディショナルタイム6分にも、伊東純也の CK にニアサイドで町田光輝がヘッドで合わせ、ファーサイドにいた板倉光が頭で押し込んでみせた。中国メディア、直巻場は、同国の孫チェンリャン記者が日本のセットプレーについて、こう綴ったと伝えた。最初はこの問題にかなりイライラしていたが、 久保の最初のコーナーキックの質を見て突然ひらめいた本当にゴールに直結するこのようなキックの質はトレーニングではシミュレートできない同記者は誰がこんなに質の高いシミュレーションルーティンをプレーできるこの問題は最終予選では常につきまとい常に苦しまなければならないかもしれない